ガム、あなた宛ての通信よ。今から回すわね。ありがとう。ガム、元気にしてたか？マコト、中地。ガム、実は相談したいことがあるんだ。なんだよ、急に。会った時に話すよ。わかった。地上に降りたら話を聞くよ。待ってるから。私服に着替えるのも久しぶりだな。地上では EX よ。は使えないな。ダグライナーで地上に降りよう。この町の公園ってどこだろう。調べてくればよかったな。おい、兄ちゃん、公園行くのかい。この町には公園2つあるんだよ。迷わないように気をつけなよ。マジか。公園ですか？すぐ北西の十字路の北東と北西に一つずつあります。根源破滅、根源破滅、根源破滅、根源破滅。怖いわ。レミングってご存知ですか？数年に一度大繁殖の帳尻合わせで集団自殺するレミングのこと、ネズミのことです。彼らはなぜそんなことをするのでしょう。きっと彼らには聞こえていたのでしょう。そう、地球の声が。地球に命令され、彼らは何の疑いもなく死んでいくのです。つまりピュアにね。ところが、人間だけがその命令を聞く力を失ってしまった。つまり本能が壊れてしまったんです。だから今来たんです。彼らが。は、根源破滅が。さあ、唱えなさい。根源破滅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 。あそこにいるのが佐藤？そう、すっかり変わっちゃってさ。きっかけはインターネット。人類救済の会とかいうフォーラムに参加して、常連の女の子とすっかり意気投合しちゃってさ。ほっとけ、何をしようとやつの勝手だろ。友達を放っておけるわけないだろ。佐藤、おい、なんでこんなことを。彼は理解したんだよ、人間の傲慢さを。地球は怒っています。今にその罰を与えることでしょう。ちょっと、根源破滅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 。ああ、水落ち。ガム、巨大なエネルギー体を検知した。すぐに戻ってこい。わかりました。ごめん、一旦戻らなきゃ。佐藤のこと頼むよ。わかった。
急いでエレアルベースに戻ろう。なんかもうすごいのこのボディーブロック、ちょっとハマって動けないんですけど、ハマって動けないんですけど、この人動いてくれないの。ちょっとちょっと、うん、おーい、マジか。すごいなこいつ。おい、もう分かったよ。ちょっと溶けて、これすごいなこれ。おいおい、ピクリとも動いてくれないや。完全にブロックされたわ。あ、抜けれた。
遅いぞガム。すみません。確か藤宮が言っていた。奴らを呼び寄せるのはやはり人間なのかもしれないって。そんなこと、何独り言言ってんの？検知したエネルギー体って、ついさっき反応があって追跡中なの。エネルギー体が増大。テクノパーク地中より急速上昇中。佐藤たちがいる場所だ。来た来た来た。そうよ、根源破滅よ。導きたまえ、我らを救いたまえ。うわあ、教祖様。木が、ものすごい数の木が町を、木の増殖が止まりません。森が町を破壊しているのか。なんだあれは。コマンダー、塔の表面に文字が。新緑深き緑。これで3度目だ。あれも自然コントロールマシン。我々は森に対してどんな対処方法があるというんだ。アルケミスターズのネットに森のデータを送信しました。きっと有効な手段があるはずです。有効な手段はあるわよ、キャサリン。キャス、どうしてここに。はい、ガム、元気だった。おう、嫉妬してる。データを検討して私なりに結論を出してみました。この塔の内部構造はエントと同じなの。エントって君が開発した自然環境補助システムと、何者かがエント基本プログラムを利用したんだ。エントと同じなら森の進行を止められないか。下層部のメインサーキットさえ破壊すれば。よし、この位置だと上空からの攻撃は無理です。ピースキャリーでスティンガーを上空へ移送します。真上からターゲットポイントに直接ジャンプすれば。私も行くわ。チームハーキュリーズ出動。キャス、スティンガーの格納庫へ行こう。ファイター格納庫の奥だ。どう見てもガムより頼もしい。いっそのことすぐに入隊するかい。私は OK よ。いいね。その時はチームハーキュリーズが面倒見てやるぜ。いいね。脳天気すぎる。チューインガム、今なんか言ったか。いえ、いい天気だなって。そろそろ降下ポイントだ。準備はいいか。降下準備よし。みんな必ず帰ってこいよ。任しとけ。スティンガーどうか。え、あ、うわあ。
こちらスティンガー、着地に成功。前進。強行突破。チームハーキュリーズをなめんな。よし、行くぞ。ガム、お前とお嬢さんで一気に心臓部まで突っ走れ。俺たちは退路の確保と援護をする。わかりました。早く森の ここが情報伝達回路の中心か。キャサリン、あれ、あの花を破壊すれば。お前には撃てはしない、キャサリン・ライアン。君は根源破滅教団の。遠くない未来、人類は地球を死滅の危機に追いやり、それがいかなる科学技術によっても回避できないと知ったとき、ある決断を下した。ある決断。私たちは天界で大気を浄化した。塩山で氷を溶かし、大地を洗い流した。そして新緑で人類を消去し、新しい種をまく。人類が自ら滅びることを選んだというのか。そんなこと。うわあ、出れない。破滅将来体に私たちは未来から導かれたの。もっと早く人類に滅びてもらうために。ガム、佐藤、仲良く滅ぼうよ。レミングのように。キャス、撃つんだ。うん、キャ。人類はただ待つしかない。
滅び去るその時を。未来はただ待つだけじゃない。今の自分に負けなければきっと変えられる。無駄よ。自分自身で未来をつかむんだ。キャー、光が。前に助けてくれたよね。花嫌い？そんなことはない。で、好きだよ。もう懲りた。ほんと勉強が一番だって。うん。お姉さん、一緒にお茶でも。おいおい、音源破滅。声が小さい。音源破滅。愛の力よ。Mm-hmm.